西武立川駅は東京都立川市西砂町一丁目にある西武鉄道廃島線の駅である。駅番号は SS35、島式ホーム一面二線の京城駅。出入り口はかつては南口一箇所であったが、2011年3月30日に京城駅舎が共用開始されるとともに新たに北口が開設された。 2020年度の1日平均乗降人員は8,953人であり、西武鉄道全92駅中64位。近年は増加傾向にある。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通り。西武立川という駅名ではあるが、立川市中心部にある東日本旅客鉄道立川駅とはおよそ 5km 程度離れている。 また、立川駅と異なり、都市拠点機能や繁華街が形成されておらず、駅前は新興住宅街と田畑が広がっている状態で、立川駅とは対照的な風景となっている。秋島市北部や武蔵村山市南部の最寄り駅といった特色が強い。駅前にロータリーが完成しており、タクシーの乗り場がある。南口ロータリー西側には、 ヤオコ西部立川駅前、A、店が2013年7月9日に開店した。また、近年、道路をタリー東側には、名鉄不動産が売り主となり、ハセコアーベストが主たる販売代理店となるマンション、ソルビエントメーツ西部立川や、三井不動産レジデンスが主導する分譲住宅地、ファインコート西部立川あゆもシテなどの住宅開発がなされている。なお、 南口ロータリーの一部は、秋島市見堀町になっており、秋島市北部から、同駅の利用が可能である。すべて立川バスが運行している。西部立川駅、入口バス停西部立川駅、南口バス停西部立川駅、西バス停西部、立川駅、北口バス停。ありがとうございます。